西東京ラーメンクラブ。いらっしゃい、西東京ラーメンクラブの鈴木です。はい、ということで本日ですね、こちら徳川家康がですね見守る静岡県静岡市は静岡駅にやってきております。いや、僕ね、普段だったらね、この新幹線とかね、特急とかで遠征することが多いんですけども、今回はね、久しぶりに高速バスでね、のんびりとやってきたんですけども、ここ静岡にね、来るのは実に2年ぶりということで、いや、ラーメンクラブね、初期の頃を思い出すっていう感じなんですが、今回こちら静岡県で初めての二郎謳歌をですね、やっていきたいと思います。個人的にね、少し久しぶりに二郎インスパイアをね、食べに行くんですけども、今回はこちら静岡県屈指の人気を誇るラーメン山なぜかさんに今からお邪魔をしていきたいと思います。で、こちらのお店は2020年に都内のね、俺の生きる道さんで修行をされた方が浜松にオープンしたラーメン山まさかさんの姉妹店ということで、昨年のね、9月にここ静岡駅のね、近くにオープンしたお店でございます。このラーメン山さんっていうのはね、本当に静岡県内に二郎インスパイアをね、知らしめたと言ってもね、過言ではない、そんなお店でございまして、程よく乳化したスープであったりね、巨大な味しみ抜群のね、豚であったりが、めちゃめちゃに美味しいということで、これはね、もう都内からね、飛んでくる価値があるんじゃないかということで、早速こちら静岡駅からですね、徒歩5分ほどのところにありますので、早速、向かっていきたいと思います。では、行きましょう。レッツゴー。ちなみにね、前回静岡を訪れたのは東京駅からね、サフィール踊り子にね、乗って熱海までね、行って、その電車の中でラーメンを食べるっていう、動画なので、実質ね、静岡県内のラーメンを紹介するのは初めてなんですよ。今回はね、この静岡県のラーメンだけじゃなくて、いろんなね、グルメをね、紹介していきたいと思います。ということでね、本当に駅からは歩いて3、4分ぐらいかな、この飲食店がね、連なるここに、こちらですね、ラーメン山なぜかさん、ございました。お昼時をね、外してきているということで、並びもね、なく食べれそうということで、早速、食べていきたいと思います。レッツゴー。西東京ラーメンクラブ。はい、ということでラーメン山なぜかさんにやってきているんですけども、基本情報はこんな感じでございます。こちらのお店、不定休ということで、訪れる際はですね、随時ツイッターをチェックするのをお忘れなく。で、静岡駅からですね、非常に近い場所にございまして、アクセスの良さも魅力の店舗でございます。で、メニューがこんな感じでございます。主なメニューとして、ラーメン山、汁なし、で、そして限定がある日もございます。で、麺量は通常 300g ということなんですが、食券をね、購入する際に、店員さんが麺量を聞いてくださるので、その際に減らしたい場合は、200g や 150g などと申告をしましょう。それ以外にもね、麺増しや黒ウーロン茶、そしてトッピングも豊富なラインナップでございます。さあ、そしてね、店内の中央に置いてある台からですね、レンゲと箸、そしてお冷やをね、取る必要があるので、お忘れなく。で、こんな感じで卓上調味料は、ブラックペッパーのみということで、非常にシンプルになっております。で、今回ね、こちら玉ねぎ油、そして生卵をオーダーいたしまして、生卵はね、こんな感じで別皿で辛入れをね、用意してくださっているのが非常にありがたいです。で、店内の雰囲気見てください。このカフェみたいなおしゃれな雰囲気でございまして、着丼までの間ね、目の前でラーメンが作られる様子を見て待つことができます。ということで、だいたい5分ほどで僕のところにラーメンが着丼です。はい、ということで、今回僕がオーダーしたのはラーメン山、そしてコールはニンニク油です。いやー、やはりね、ひときわ目立つのがこちらの巨大な豚でございまして、濃厚にね、香る豚骨のワイルドな香りと、同時に押し寄せてくるこのインパクトっていうのがたまらないです。ということで、早速まずはスープからいただいていくんですが、程よく乳化した極上のスープでございまして、しっかりと豚の旨味を感じられるんですけども、油もですね、結構大量に浮いていることによって、マイルドなね、舌触りもあるような飲みやすいスープでございます。この塩っ気と甘みっていうのを融合したなかなかにカオスな、いい意味でのね、カオスさがある味わいでございます。で、そして上に乗っている野菜はですね、なかなかにくためな茹で加減でございまして、飲めるようにパクパク食べれてしまうんですが、やはりこの上に乗った味付きの油との相性が抜群で、いやいや、ただのもやしとはいえですね、バカにできない美味しさでございます。で、そしてね、こちら麺がかなり主張が強いものでございまして、極太の片茹での縮れ麺でございます。かなりのね、強い歯ごたえが特徴で、小麦の風味をしっかりと感じる、もはやね、この小麦をそのまま食べているんじゃないかみたいな感じの食感でございまして、もうわしわしとね、少しずつ口に運んでいかないといけないような、すするのがね、難しい、そんなような麺でございます。かなりのいかつさがある麺なんですが、その優しさがですね、しっかりとあるスープを、全力でまとってくれているがために、見た目とのね、ギャップなんかも楽しめる麺でございまして、もうすする勢いが全く止まらないといった感じでございます。で、そしてね、僕がオーダーしたこちら玉ねぎ油につけて食べるとですね、いやいや、これがまたびっくりでございまして、油にね、つけることによって、やはりね、やっぱ重くなるような、そういう印象があるのかと思いきや、玉ねぎのね、シャキシャキとしたさっぱりとしたね、風味が、合わさることによって、癖になる美味しさだけがね、増していくような、麺をね、直接つけてもよし、そして丼の中にドサッと入れてもよしなね、そういうおすすめのトッピングでございます。もちろん生卵との相性も言わずもがな最強でございまして、ちょっとしたトッピングがあるだけで贅沢な味わいを楽しめます。そしてこちらのね、大きな豚なんですけども、巨大な腕肉でございまして、この分厚さ、そしてね、いかつさっていうのがね、本当に、なかなかね、他店にはね、類を見ないようなものでございまして、繊維感っていうのもね、しっかりあって、噛めば噛むほどね、味が染みてくるような、本当に味染みも強めのワイルドな豚でございまして、このスープとこの麺と、そしてね、この豚だからこそ成立する、至極の一杯っていうのがですね、ここ静岡にあると、実感いたしました。静岡県民の方はもちろん、ね、それ以外にも関東だけじゃなくて、もう全国各地からですね、訪れる価値のある一杯だと思いますので、ぜひ皆さんも、行ってみてください。おすすめです。ごちそうさまでした。さあ、ということでラーメン山なぜかさん、いただいてまいりました。めちゃめちゃ美味しいね、一杯がいただきました。麺がですね、予想以上にね、固ゆでって感じでして、結構その夢を語れさんとかね、ラーメン荘さんのね、ようなそういう雰囲気をね、感じる麺でございまして、ただね、その麺自体の長さはね、そこまで長くないので、すすりやすさがね、しっかりありましたね。豚もですね、結構繊維感があって、がっつりとね、している味わいでして、野菜もね、かなりくさっとしておりまして、ただね、飲めるようなね、食べやすさがね、野菜にはありました。女性一人でね、来ている方とか、カップルでね、来られてるね、方とかもね、いらっしゃったので、そういった意味で、この地方でね、有名になる理由っていうのがよくわかる一杯でございました。ということでね、静岡遠征、こちら現在静岡駅にいるわけですけども、今回の、ね、旅、今日とね、明日の2日間かけてね、撮影をね、していくんですけども、時刻がね、まだね、午後の2時半頃ということで、静岡といったらね、やっぱりね、海鮮食べたいじゃないですか。ということで、そんなね、美味しい海鮮がね、いただける場所に移動したいと思いますので、こちら静岡駅から、東海道新幹線とかをね、乗り継いでとある場所に移動していきたいと思います。さあ、マリンボーイ鈴木行ってきます。最近新幹線自体は乗ってなかった、そもそもあれか、遠征をしてなかったっていうのはね、あるんですけども、今回ここね、静岡から、東海道新幹線の乗車してですね、とある場所に移動したいと思います。いや、静岡県ね、全部のね、のぞみに通過されますから、その分で光とかね、こだまがね、静岡県民のためにね、頑張ってくれております。さあ、ということでやってきたこちら、東海道新幹線のこだま号に乗車をして、とある場所へ向かっていきたいと思います。こだま号ということもあってね、かなり車内は空いておりまして、のんびりとこのゆったりとね、目的地へ向かっていけるという、望みにはあまりないようなこの快適さっていうのが、こだまの魅力だと感じます。こだまとはいえですね、爆走しておりまして、時速285キロで、あっという間に静岡駅から2駅先の最初の目的地、こちら三島駅に、到着でございます。さあ、静岡駅から約20分ですね。めちゃめちゃ早い。静岡県のね、三島駅にね、やってまいりました。東海道新幹線でね、唯一の島式ホームのね、駅でございます。ということで、目的地はね、まだね、実は三島ではなくてね、ここから一駅ね、電車に乗ったところにある駅ですので、さらにね、在来線に乗り換えていきたいと思います。さて、三島駅からは一駅のみ東海道本線に乗車します。いやー、オレンジ色の車両を見ると、この東海地方に来たなっていう実感が湧いてきます。さあ、ということで静岡からね、何分ぐらいかな、30分ほどでこちら、静岡県沼津市のね、沼津駅にやってまいりました。いやー、初めて来ましたね、沼津。僕はね、全然詳しくないんですけど、このラブライブサンシャインの、聖地なんですかね。ちょっとこんな感じで至る所にね、ラブライブありますが、ということでね、さっきラーメン食ったばっかですけども、お腹空いてきましたので、僕の大好きな海鮮をいただいていきたいと思います。海鮮丼とかね、お刺身とか寿司とかでいろいろ迷ったんですけども、今回はね、あちらにございます沼津魚河岸寿司さんにね、一人でお邪魔したいと思います。寂しい。ということで、お店にレッツゴー。さあということで、静岡ならではのね、美味しい海鮮をいただいていこうということで、こちら沼津駅からすぐ近くのところにございます沼津魚菓子寿司さんにやってまいりました。いや、メニューがですねこんな感じで、もう色とりどり鮮やかでございまして、この鮮やかな、ね、メニューを見ているともうどれも食べたくなってしまうんですが、今回はですね近海握りというものをですねオーダーいたしました。やはりね沼津ならではのこの沼津港から直送された寿司がですねいただけるということですので、楽しみにですねこちらデュワーズハイボールをいただきながら待っております。でデュワーズハイボールとかね、久々に飲みましたけどもね、なかなかちょっと濃いめに店員さんが作ってくださいましてね、まあそれがねゆえにこの枝豆の美味しさもね際立っていくって感じなんですが、あっという間に、お寿司がですね到着でございます。いやいや、この鮮やかさもびっくりするぐらいにですねネタが大きくて、僕結構回転寿司屋さんとかね行くこと多いんですけども、その回転寿司ではねなかなか食べないようなネタなんかもねあって、で何よりこのカニ汁がついてくるっていうのがね最高でございます。全部で10貫のお寿司がですね乗っかっているわけなんですが、地元沼津の沼津港から直送された駿河湾のね贅沢な海の幸をですねふんだんに使用しておりまして、ハマチやアジ、そしてね王道マグロでね、なんと生しらすとかね桜エビなんていうのもねありまして、本当にこの回転寿司でね食べないもので、それぞれねネタ一個一個がかなり大ぶりでございまして、一口でね食べるのがこんな感じで、いやもう難しいっていうね、この海の香りっていうのが口の中にふわっと広がるような感じで、でそのね海の香りをさらに楽しませてくれるのがこのカニ汁でございまして、僕ねカニ汁大好きでございますので、本当に贅沢なひとときだなっていう風に感じました。まあどのネタもねめちゃめちゃ美味しいんですけども、その中で個人的にねこのイカがですね結構美味しくてですね、口の中で本当にとろけてしまうような、いやなかなか都内ではね味わえないそういった、味わいでございましたので、ぜひね静岡県内にはですね何店舗かあるそうなので、こちら沼津魚菓子寿司さんぜひ行ってみてください。非常におすすめです。ごちそうさまでした。さあ食後は安定のたやかいんということでね、沼津にはね1と2の東横インさん2店舗あるんですけども、今回はね2の方に宿泊を、ね、したいと思います。まあ、今日の総括はねここ東横インの中でしましょう。東横インということで、改めまして沼津魚菓子寿司さん行ってまいりました。いや美味しかった。ネタ一個一個がめちゃめちゃねでかくて、もう東横インスタで食べた後さすがにもうお腹がねパンパンという感じでございます。もうここね地元のこの沼津港からね直送された新鮮な、ね、お魚をね使用しているということで、ネタの柔らかさがね半端ないですね。特にね個人的にイカとかめちゃめちゃ感動しましたね。口の中で本当にとろける感じで、スシローさんじゃね全然味わえない味でございました。ぜひね僕みたいな海鮮好きの方におすすめできる、お店でございますので、ぜひね、ここ沼津だけじゃなくて、ここ静岡県内にねいくつか展開されているお店ということなので、皆さんも行ってみてください。まあ、ということでね、今回二郎ウォーカーにて静岡駅前にございますラーメン山なぜかさん、そしてね沼津駅前の沼津魚菓子寿司さんの2店舗行ってまいりました。まあ明日もですねとある別の都道府県に、行ってですね二郎ウォーカーやる予定でございますので、ぜひね次回の動画もお見逃しなくということでよろしくお願いいたします。まあ、ということでこんな感じでいろんなラーメン企画紹介しますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。